前は今何を夢見ている？学校。そこに一体何がある？夢、理想、希望。私のいるはずだった場所、いなかった場所、行きたかった場所、行けなかった場所、好きだった場所、でも嫌い嫌い嫌い。友達のいる場所、いないいない、誰もいない。そうよ、私は学校が嫌よ。セントエルミン学園か。それもよかろう。お前の望むままに夢見ればいい。何を、何を。寝物語に語ってやろう、あの学園に伝わる伝説を。雪の女王の物語を。CD ドラマデュオ女神異聞録ペルソナボリューム2。壁に耳あり、私メアリー。これでよろしくて。よし、入れ。学校に入るのに合言葉ってのは随分物々しいやね。あら、町にはデーモンがうろついていますのよ。このくらい当然の処置ですわ。で、どうする？ナルミ、保健室へ行って綾瀬と真由美の具合を見よう。あ、おかえり。怪我は大丈夫なのか、綾瀬？こんなのかすり傷、全然オッケー。学校の外はどうなってんだい、南條？化け物がうろついたままだ。おまけに御影町の外には出られないと来ている。なんでこんなことになったんだろうね。なぜかはまだわからない。だが誰のせいかということはわかっている。ハイテク企業セベク支社長神取隆久、奴がこの事態を招いた。神取のことはユカから聞いたよ。必ず落とし前つけさせてやるぜ。出なきゃバーにも浮かばれねえ。奴の居所もわからぬというのにどうやってつけさせるのだ。それがわかりゃ苦労しねえよ。サエコ先生は学校のあちこちでみんなを落ち着かせてるよ。そうか。なあ、腹減らねえすか？ちょっと一休みしたいよね。賛成ですわ。学食に行ってみませんこと。マキちゃん賛成。私もお腹ペコペコ。お、繁盛してんじゃん。しかし学校に悪魔が出ないのがせめてもの救いだな。でもみんな不安なことは不安のようですわ。一体外はどうなっちゃったんだよ。なんで化け物どもがうろついてんだい。これはおそらく雪の女王の呪いでしょう。なんだよクローリー、雪の女王ってのは。知りたいかい？雪の女王というのはアンデルセンの童話さ。うちの演劇部の伝統的な演目になってる。それがどう関係してくんだ？え？まあ焦らず聞いてよ。その芝居、雪の女王の役は女王の仮面をつけて演じる習わしだったんだ。だけどその仮面は呪われていたんだ。それをつけた雪の女王役の生徒が次々変死してるのさ。仮面は学校のどこかに封印されたんだけどね、その怨念が今なお渦巻いてるんだよ。はい、クローリー、確証のない噂話はその辺にしようね。あの、サイコ先生、いや、僕はですね、あの、変な話でみんなを不安がらせてどうする。ほら、食事が終わったらさっさと席を開ける。待ってるやつもいるんだから。いや、事実は事実と。教師も大変だね、紗友子先生。
もういいのかい、真泉。なるみたちも無事戻ってきたみたいだね。当然っすよ。なんたって俺様っすよ。さて、カレーでもいただきますかね。カレー食うの誰？俺？なんつって。おい、さて。面白すぎ。じゃあ私は学内を見回ってくるから。付き合うよ、サイコ先生。でも、事態が事態。一人じゃ不安だろ。真泉が行くんなら私も行く。みんなも行こうよ。みんなは戻ったばかりだろ。休んでていいよ。んじゃ、俺たちはお言葉に甘えるぜ。なるみも休んでてよかったのに。気分が落ち着かなかったからさ。サイコ先生、中庭には誰もいないよ。ここがどうかしたのかい？雪の女王。え？さっきクローリが話していたこと、あれ本当にあった話なんだよ。雪の女王の仮面の呪いってやつ？うっさ。私がここの生徒だった頃、同じ演劇部にいた親友が死んだんだ。屋上からこの中庭に身を投じて。先生、私は仮面の呪いなんて信じないし、ましてやそれが御影町の異常事態を招いたなんて思ってないけどね。紗恵子さんはいつもそう、自信家で自己中心的で。誰？なんだ、吹雪？ちょっと、あれ何？雪の向こうからなんか飛んでくるよ。あれは雪の女王の仮面？先生！先生！なんだよこの仮面は！先生の顔に張り付いて剥がれない！先生！先生！ここが凍っていく。うわ、この時が来たわ。やめなよそんなつまんない芝居。冗談にしちゃきつすぎるよ。さ、そんな仮面は通ってさ。冗談？あ、周りをよくご覧なさい。これが冗談に思えた。綺麗でしょ。全て永遠の世界に抱かれた白い清らかな世界。あなたたちも永遠の氷をまとって美しいまま悠久の時を過ごすのよ。さあ、いらっしゃい。一体何言ってんのよ先生。早瀬、近づくな。仮面だ。雪の女王の仮面が先生を乗っ取ったんだ。化け物め、どういうつもりだ。サイコ先生に変な真似したら私が承知しないよ。化け物だなんて失礼ではないかしら。そうね、仮面にあやかって雪の女王とでも呼んでいただきましょうか。ふざけんな。サイコ先生をどうするつもりだ。生贄よ。サイコさんを生贄にして絶望の静寂、永遠の夜を将来するの。それってみんな凍っちゃうってこと？させないよ。サイコ先生は返してもらう。我はベスタ、母なる大地の豪華を持ちて汝が敵を焼き尽くさん。なんだこれは。ペルソナだ。マユズミもなの？ペルソナ。何でもいい、これで先生を。ではこういうのはどうかしら。先生。先生が、先生の体が凍っちゃったよ。お前、先生に何をした。うかつに触れてごらんなさいな。仮面もろともサイコさんまで粉々になってしまうわよ。さあゲームをしましょう。ゲームだと？さて、氷の城と化したこの学園には今氷の塔が出現したわ。その最上階には氷漬けになった紗恵子さんと学校を元に戻せるものがあるの。
サエコさんが完全にいてつく前に、それを見つけてごらんなさい。その話、本当だな。ただし、氷の塔は悪魔の巣よ。そして、三人の守護者がいるの。彼女たちがすんなりと通してくれるとは思わないことね。通ってみせるさ。そして、サエコ先生を助け出す。せいぜいあがきなさい。あがいた末の絶望ほど美しいものはないのだから。たくさんの美しい絶望が手に入りそうね。楽しみだわ。ちょっと、いなくなっちゃったよ。先生、先生。ダメだ、凍ったままだ。助けるためには氷の塔だ、急がないと。あのさ、真由美、塔に悪魔がいるってことでしょ。このメンツだけじゃちょっと頼りなくない？嫌ならここで待ってな。危険なのは間違いないから、無理に行くことはない。だけど私はどんなことがあっても先生を助ける。私たちだって一緒に行くよ。私と鳴海にもペルソナがついてるし、先生ほっとけないじゃん。本当かい？ああ、それにペルソナが使えるのは俺たちだけじゃない。南条、稲葉、上杉と霧島、それに園村もだ。彼らの助けも借りよう。ごめん、なるみ、ゆか、恩に切るよ。まゆずみのせいじゃないじゃん。それに、そんな焦った顔、まゆずみらしくないよ。そうだな。姉子は姉子らしく、堂々としてないとな。学食に戻ろうぜ。みんなまだいるはずだ。なるみ、サエコ先生、待っててくれ。必ず助ける。今度は私が先生を助ける番だ。おい、キート・レイジ、お前も戻ってたのか。てめえら、カンドリを見なかったか。カンドリ？あのおっさんが学校にいるわけないじゃん。やろう、俺をこんなとこに飛ばしやがって。見てねえならいい、邪魔したな。キド、手を貸してくれないか。学校を元に戻してサエコ先生を助けたいんだ。俺には関係ねえ。何よ、超ムカつく。ナルミ、ひょっとしてあいつも。ああ、ペルソナ使いだ。だけど無理強いはできないな。あんなやついいよ、早くみんなに話をつけに行こう。いきなり学校が凍りついちまったな。そういうわけか。話はおおよそ飲み込めた。俺の助けがいるということだな。南条だけじゃない、他のみんなの助けもだ。任せといて、ペルソナがついてるもんね。マキちゃんパワーを見せてあげるわ。いや、そりゃいいんだけどさ、その氷の塔ってのどこにあんのよ。学園の中にあることは間違いないよ。早いとこ探しに行こう。皆さん、話を耳にしました。僕も一緒に行きましょうか。何よトロ、あんたなんか足手まといにしかならないでしょ。やだな綾瀬さん、僕はもう今までとは違うんですよ。全然変わってないじゃん。それで痩せたなんて言うんじゃないでしょうね。あれマジな話だったん？トロが綾瀬に告白したってやつ。噂じゃきつく振ったって話だぞ。こそこそ何言ってんのよ。綾瀬はただ本当のこと言っただけ。トロはタイプじゃないからパスって。嘘だ嘘だ嘘だ、綾瀬さんはひどいこと言ったんだ。そうなの？じゃあ本当のこと言われて傷ついたってわけ。綾瀬さん、あなたは僕のピュアなハートを傷つけたんだ。でも生まれ変わった僕は広い心で許してあげる。バカじゃないの？あんた何も変わってないじゃない。デブでノロマでまた同じシャツ着てて、そんな格好で綾瀬の前に来るなって言ったでしょ。きつー、俺傷つくよな。
僕は変わったんだ。すごい力を身につけたんだ。悪魔様、出てきてください、悪魔様。僕に力を、奪れろ。ドロが化け物になった。悪魔だ、本当の悪魔だ。カメラを撮ってください。これが僕だ、新しい僕だ。これはペルソナか。バーニーの時と同じだぜ。トロの体と一体化してる。バーニーと同じペルソナの暴走なのか。分かったわよトロ。分かったからそのお腹の変なやつ引っ込めて。戻らない、止まらない。これでも食らえ。仕方がない、こうなったらペルソナ。その村、手加減してよ。 Of course。 もちろん。ゴーハブッ。いや、最近の女子は手が早くていらっしゃる。気絶しちまったぜ。体の異常も元に戻ったな。ねえ、あんなペルソナもありなの？それともトロがノロマだからこうなったの？わからない。ペルソナに関してはまだ俺たちにも詳しいことはわからないんだ。え、じゃあ綾瀬もああなるかもしれないの？なんとも言えんが、横内の場合は暴走といったところだろう。感情の高ぶりでペルソナのコントロールが効かなくなった。いや、ペルソナの力に己が負けてしまったのだろうな。綾瀬が煽ったからっしょ。なんで綾瀬のせいなのよ。綾瀬何にも悪くないよ。見て、壁に変な扉が現れたわ。ああ、それにあの子たち、キャットフロスですわ。キューですわ。ヒーホーハーホー。氷の塔への入り口はここだよ。ここが学校だろ、ヒーホーくん。そうだよ、ひよこちゃん。友達100人作るんだ。わーい。ああ、お待ちになって。ほっとけ、霧島。そんな場合か。実に怪しい扉だ。氷の塔の扉に間違いないだろうが。よし、行くよ。ねえ、トロこのままほったらかし？おや、綾瀬ちゃん、二人が優しいのに。そんなんじゃないよ。たださ、後味悪いじゃん。あ、悪魔はどうなったんだ？ちょうどいいや、クローリー。トロのことよろしく頼むよ。え、だけど。大丈夫、綾瀬がいなくなりゃもうあんなことにはならねえよ。あの、君たちは？悪魔退治さ。まるで異世界だな、ここは。寒いっすね。氷の城とはよく言ったもんだ。注意しろ、どこから悪魔が出てくるかわからない。あ、広間だよ。扉が2つある。扉にキリシア文字が書いてありますわ。片方はヒュプノス、眠りの神。もう一つはネメシス、復讐の神ですわ。この先、道が二手に分かれているということか。時間がないんだ。私たちも二手に分かれよう。二手って、どういう組み分け？うん。ちょうど四人ずついる。男と女で分かれよう。おてめえ、何勝手に仕切ってんだよ。俺がリーダーシップを発揮してやろうと言ってるのだ。おとなしく従えばいい。誰がてめえに従うか。同じ組ってのもごめんだぜ。確かにな。では女子から一人出してくれ。こっちからは稲葉を出そう。だから勝手に仕切んなって。はーい。この頼りになる俺様と一緒の組になりたい人はこの指とまれって。なんで誰も止まってくれないのかな。女子たち照れずにおいで。私、なるみくんと一緒がいい。え、私もゆうやと一緒がいいですわ。あやせね、なるみとまゆずみのいるチームに入りたい。なぜだ？だって、南條口やかましいし、稲葉と上杉、いまいちっていうか、なるみの方がやっぱ頼りになりそうだし。Sure。私、絶対なるみくんと一緒がいいもん。なぜだ？あたしは別に、4人と4人でバランス取れりゃどうだっていいんだけどさ。まゆずみ、俺とお前でまず二手に分かれよう。いいよ。じゃあ、私こっちのネメシスってやつに行くわ。
じゃあ綾瀬どうしよう。悩むんだったらこっち来なよ、ゆか。じゃあそうする。あとこっち男子二人。南條、稲葉、一緒に頼むよ。こいつと一緒の組かよ。俺と稲葉を選んだ理由は、だって漫才コンビじゃん。違う。じゃあ俺鳴海の組っすね。やったー、鳴海くんと一緒だ。ラッキー。はあ、ちょっと待て、上杉、俺と変わってくれ。ごちゃごちゃ言わない、さっさと行くよ。だん、よりによってこいつとかよ。それはこっちのセリフだ。しかも園村とは別組。何か言ったか。何でもねえよ。こっちも行くぞ。行きな。やれやれ、確かに悪魔の巣窟だね。塔を守る守護者とやらはこの奥か。なるみたちの方は大丈夫かな。やめて、助けて。無理です、ダメです。これってトロとクローリの声。なんで。奥の方からだ、行ってみよう。グロ、あいつら何やってんだ。判断するに拷問に遭っているというところか。しかし何のためにだ。冷静に判断してる場合じゃないだろう。綾瀬さん、助けてください。みんな助けて。僕にはこんな肉体的苦痛は耐えられない。待ってな、今。なんだ、顔が。トロ、クローリ、ダメだ、開かねえ。ミニクサは罪、彼らはミニクサゆえにこの私の裁きを受けるのよ。おお、貴様が塔の守護者の一人か。雪の女王より塔の守護を命じられております。私、松平美智子ですわ。そうかい、あんたかい。じゃ、とっとと蹴りつけてやるよ。横内と黒瓜はあれでも学友だ、解放してもらおうか。それは無理ですわ。拷問部屋は左の扉、そちらへ行ったらかなりの遠回りですわよ。右の扉から最上階を目指しなさい。ではごきげんよう。おい、聞いちまったよ。どうする、大事の前の庄司とするか、庄司は大事とするか。トロたちを助けるか、サイコ先生を助けるために先急ぐかってこと。トロたちは後でいいんじゃない。サイコ先生と学校が元に戻ったらさ、氷の塔も消えてトロたちも助かるんじゃねえのか。だとしたら急ぐべきだな。間に合わなかったら大事も庄司もない。その間あいつらは拷問を受け続けるんだ。トロたちを先に助けよう。サイコ先生ならきっとそうする。ま、変な奴らだけど悪い奴らじゃないしな。よかろう、南条家の男として恥じぬ道ではある。っていうか、ああいうの甘やかしちゃダメなのに。行くよ、左の扉だ。ペルソナ、見たか、俺様の実力、ゴージャスデリシャス、さすが俺様。先を急ぐぞ。ゴーゴー。ちぃ、こっちのメンバーじゃ俺様にツッコミ入れてくれるやついないんか。ということはブラウンはボケ役ですの。ナイスツッコミ、ありがとう。いや、ウェルカム。エリーもボケ役の才能あるね。私ボケてるつもりなんてありませんわよ。じゃあ天然ってやつ。天然、意味わかりませんわ。あ、悪い、帰国子女ってのはこういう言い方だとわかりづらいよな。ブラウン、
私日本語はきちんとできましたよ。そんなムキになんないよ。待て、何か気配がする。あなたたちは一体何しに来たの？学校？そんなものなくたっていいじゃない。いきなり出やがったぞ。お前が塔の守護者の一人か？広瀬久美、雪の女王より塔の守護を命じられました。うちの生徒じゃない？制服も着てるし。学校を元通りになんかさせない。あんな場所、あんな場所、人と同じことをしないと嫌われる。人より優れることを要求する。人より優れれば妬まれる。生徒と親と教師の矛盾と妬みが渦巻く牢獄よ。あなたはそう言うけどね、私学校好きだもん。友達だっていっぱいいるし。友達？友達って何？目立てばそしり、劣ればバカにする人たちのこと。学校なんてそんな野蛮で邪魔な人たちがひしめく牢獄なのよ。だけど私はその牢獄から解放された。雪の女王の仮面が私にこの夢の世界をくれた。夢？さああなたたちも来て、この暖かな夢の世界へ。友達という名の悪魔にいじめられた思い出は全部忘れられるのよ。冗談、私忘れたい過去なんてないもんね。あなたはいじめる側なのね。でもいじめられた人はどうかしら。やめろ、やめろよ。わからないですわ。どうしてそんなことをおっしゃるの？霧島、早すぎ。ちょっと、どうしちゃったの？くせえ、くせえぞこいつ。ま、抹茶色だぜ。ひ、ひってやー、くせえ。霧島さんって何考えてるかわからないとかあるよね。いっつも笑顔だけどさ、あれ作り笑いじゃない？ああ、男子に媚び売ってんのよ。帰国子女だって言うからさ、心の中じゃお高く止まってんじゃない？ミーはあなた方より偉いんざますってなぜ、どうしてそんなこと言われるの？ちょっと上杉くん、切れしまう。さあ私と一緒に行こう。嫌な過去は忘れて居心地のいい夢の世界に住むの。今のあなたが幻で別のあなたが夢の世界に存在するの。確かに逃げたかったさ。あの時アメリカに戻りたかったさあ。だけど逃げられなかったんだよ。逃げるなんてしたくありませんわ。どうして、どうしてわからないの？意地悪な人や意地悪な運命に抗って生きるなんて辛いだけよ。俺様結構今の自分好きなんだぜ。私は私でしかありませんもの。なあ久美ちゃん、あんたもいろんな意地悪されたらしいけど、だからって夢に逃げちゃダメだぜ。知ったようなことを言わないで。私を助けてくれたのは雪の女王だけ。分かってくれるのはユプノス様だけ。ユプノス様、私を助けて、この人たちをやっつけて。夢の世界の素晴らしさを教えてあげよう。覚めることなき永遠の夢のな。ペルソナか。こうなったら遠慮はいらないよね。聖撃か。私はサティ、炎をもって活力を汝に与え。私に新しいペルソナが。ディア、ドルミナ。意識が、何、意識が遠のく。猛烈な睡魔ですわ。眠りの海に沈むのに。ちょっと待った、俺様に新しいペルソナの力がみなぎってきたぜ。ペルソナ、我はトリグラフ。イカズチの槍にて天を切り裂く戦が、我が雷鳴にて現世を覆わん。うわ、来た来た、ゴージャス赤城も
楽かじゃ油断好き。ヒプノス様、悪いけどあんたの大事なヒプノス様ってのはもういないんだ。夢から覚めなよクミちゃん。夢は所詮夢、人は現実の中で生きていかねばならない存在ですわ。皆さん強いんですね。私に少しでもそんな強さがあれば。夢に逃げ込む前に現実と戦ってみればよかったんだよな。悪い、今頃言っても遅いが。うん、ありがとう。皆さんのような友達が一人でもいてくれたならよかったのにな。皆さんのこと忘れません。さようなら。いなくなっちゃったね。雪の女王ってやつは人の脆さにつけ込んで手下にするみたいだな。何か心の拠り所があれば彼女もそんな誘いは拒絶できたかもしれませんのに。エディの拠り所って何？内緒ですわ。よし、先に行くぞ。真由泉たちの方がどうなってるかも心配だ。助けて、助けてください。綾瀬さん、真由泉さん、早く助けに来てくれ。クリッコリー、あの子たちに期待したってダメよ。あの子たちはあんたたちを放っておいて別の道に行っちゃったのよ。そんな嘘だ嘘だ。嘘じゃありませんわ。私ちゃんとあなた方はここにいると教えて差し上げたのに、あの子たちは先を急ぐ道を選んだはずですわ。嘘。僕たちを見捨てたんだ。もっとも、あちらの道は行き止まり、どの道ここへ来るしかないのだけれど、その間あなた方はさらに苦しむことになるの。ひどいよひどいよ。怒りなさい、憎しみなさい、そして絶望に陥りなさい。そのマイナスの感情パワー、私をさらに強くしますのよ。助けに来たよ、クラウリー、トロ。真由泉さん、しょうがないから来てやったわよ。もう綾瀬さん。何、なぜ、どうしてこんな早くに。向こうの道には行かなかったの？急がば回れとも言うからな。うそ、まさか私の企みがバレていたとでも言うの？これでは私の力の源たる人間の負の感情パワーが足りなすぎてよ。おお、なんかこっちで正解だったみたいだぞ。愚かな企みがあったようだな。綾瀬さん、早く助けて。待ってた、待ってましたよ。何この不愉快な感覚は。感謝、友情、この地獄の攻めくり合いながらまだそんな思いが湧くというの。いいえ、私は絶対に認めませんわよ。人間の持つ優しさなど、友情など、信頼など。貴様のような女には分からんだろうな。ああ、高火もここまで来ると立派だぜ。不幸な私に何を言うの。人の心を返さぬ愚かな者たちに私がどんなに苛まれたことか。この美貌と有り余るお金に物を言わせて学園で思うままに振る舞おうとしただけなのに、クラスのバカどもはか弱い私を罵り、陰口を叩き、つまはじきにしたのよ。アホかてめえ、足りねえだろ。ああ、愚かなあなたたちにはいくら話しても無駄なのかしら。あら、そこのあなた。え、何、綾瀬に言ってるの？あら、まあ、あなた、この醜い男を実に小気味よく傷つけたようですわね。トロ、こいつに愚痴でもこぼしたの？え、そんなことしてないよ。ああ、怯
情が伝わってくるわ。ねえあなた、いじめるって楽しいでしょ。一体何言ってんのよ。あなたを私のパートナーにしてあげると言ってるんですわ。ムカつく相手を思いっきりいじめる力をあなたに差し上げますわ。バカじゃないの。綾瀬そんなことするわけないじゃん。嘘おっしゃらないで。意地悪な気持ちが心に充満したとき、それを思いっきり吐き出すことが楽しいんでしょ。お前なんかと一緒にするな。綾瀬は意地悪なんかじゃない。楽しいから思いっきり傷つけて振ったんではなくて。人を好きになるのはトロの勝手だけど、相手に好かれたいならもっとちゃんとしろって言っただけ。綾瀬さん、ひょっとしてあれは愛の無知だったんですか。愛なんてないわよ。私にだって好みってもんがあるんだから。あーもう超うざい。あんたが綾瀬を意地悪呼ばわりするからよ。とっととかかってきなさい。どうやら何を言っても無駄のようね。愚かな連中ばかりで困りますわ。来たれネメシス、私の元へ。ヒルシノだ、こっちも行くよ。マハジオダイン。みんな、あら、一人だけ無傷なの。どうしたのかしらね。何この感じ。新しいペルソナ。私はヤヌス、二面なる僧帽により相反する力を秘める者なり。いっけーマグダ。あ、そんな。どうだ赤箇条。マハガルーラ。私らの勝ちだ。それともまだやるかい。そんな、私が負けるなんて。これは何かの間違いですわ。間違いですわ。やっと消えたか。最後まで往生際の悪い奴だったな。さあ助けてやるよ、トロ、クロウリ。助かった。ありがとう皆さん。綾瀬さん、勘違いはしないでね。あのままじゃ綾瀬が悪者にされるから助けただけなんだから。私ら先急ぐからさ、二人で学校に戻っててくれるかい。え、僕たち二人きりでですか。来た道の悪魔は倒してきたから大丈夫だと思うけど、それともここで待ってるかい。帰ります。戻ります。よし、先に進むよ。マユズミ、ナルミかい。そんな村、そっちはどうだった。守護者の一人を倒してきたよ。ペルソナもどんどん強くなってるし。ペルソナのブルナッテンスは。それにほら、いろんな武器も見つけてきましたわ。こっちもだ。となると守護者は残り一人か。やっほー、みなさん、はじめまして。タナトスの回廊へウェルカム。みんなのアイドル、山本ゆり子ちゃんだよよろしくね。おお、いきなしかわいこちゃん。イエーイ、ゆり子ちゃんって乗っちまったじゃねえか。おいおい、気が合いそうじゃん。お前が相手をしてやれよ。ツッコミありがとう。これが欲しかったんでね。で、ここで一戦交えるってのかい。そんな怖いこと言っちゃいやいや。ゆり子ちゃんはね、この先の扉の開け方を教えに来たのよ。扉？この先の扉の左右にね、ろうそくが一本ずつ灯っているの。そのどっちかの火を消せば扉は開くんだぞ。バカに親切だな。わざわざ手の内を教えてくれる魂胆は何だ。そっちこそバカ。なんで親切じゃ悪いの。バカにバカと言われた。なんという屈辱。マジでバカみたいでやんの。黙れ猿。貴様と一緒にいるから俺までバカ呼ばわりされるのだ。なんだと。だから二人で漫才やってる場合じゃないでしょ。違う。それじゃあゆり子ちゃんは最上階で待ってるから、頑張って上がってきてね。バイバーイ。
てしまいましたわ。どうにも怪しいね。ああ、でもここにいても仕方がない。行ってみよう。あの子、タナトスと言ってましたけど、タナトスとは死の神のことですわ。それにどんな意味があるのでしょう。あ、あれじゃない？あの扉。確かに左右にろうそくがあっけど、どっちかな。どちらも同じように見える。判断のしようがないな。となると、山間だ。右を消してみよう。なあ、正しいろうそくを消したら扉が開くって言ってたけどよ、間違った方を消したらどうなんだ。扉が開かないだけなんじゃん。じゃあ両方消せばいいだけの話。あまりにも単純すぎますわね。まさか死？消すぞ。消えた。あ、どうしたの、なるみくん。体から何かが抜けていく。力が、なるみ！やいやい、外れた外れた。どこだ、出てこい。これ何の真似よ、ゆり子ちゃん。人生は厳しいのよ。外れを引いたあなたにはペナルティ。命を奪うんだけど、まずはもう一人のあなたの命、ペルソナをいただいちゃいます。そうか、だからか、この無力感は。じゃあねー、あなたのペルソナ。確かにユリコがいただいちゃったわ。取り返したかったら最上階まで来る？無理だと思うけどな。おい、大丈夫か、ナルミ。おい、ナルミ。もう一本のろうそくが当たりか。行こう。だけどあんた、俺のペルソナは最上階にあるらしい。行って取り戻す。でもあれはカボンゼスは。ナルミは下がってろ。俺様に任せてちょうだい。行け。やっぱりダメだ、ペルソナは現れない。仕方がない、ナルミ、お前は最後尾からついてこい。南條くん、そんな言い方しなくてもいいでしょ。判断として間違っているつもりはない。そうだな、ナルミ。ああ、今の俺は戦力外だ。よし、行くぞ。だからお前が指揮になっての。ちょっと、また扉があるわよ。またろうそくがある。ヘイリーだ、どっちか選んで消してくれよ。貴様、こんな時ばかりリーダー呼ばわりとは。南條くん、かっこいい。ヒューヒュー。くそ、こうなったら右だ。どうだ、運も実力、これもリーダーたる者の条件だ。南條、危ない。何？おい、しっかりしろ、南條。ダメだ、意識がない。待って、私のペルソナならなんとかできると思うわ。リカーン。ディア。ほら、傷も治してやったよ。どうした？ペルソナがいない。何？なんで？意識を失う瞬間、俺はペルソナを奪われたんだ。ジーサス、命の代わりに失ったということですか？くそ、迂闊だった。これで二人目だよ、どうすんの。先へ行くしかない、行ってペルソナを奪い返す。では元リーダー、後部座席へどうぞ。何？それともペルソナなしで先頭を歩くかい？不本意だが任せるぞ。それで稲葉と上杉のどっちが先頭なの？え、今度は俺たちですか？いや、ここは一発アミゴお願いします。
誰が姉子だよ、ったく。いいよ、ついてきな。見つけたぜ、カンドリ。レイジか。何を企んでるか知らねえが、貴様はここでぶっ殺す。お前の個人的な恨みの相手をしている暇はないのだがな。お袋に対するてめえらの仕打ち、忘れたとは言わせねえ。カンドリの血は根絶やしにしてやる。子供のザレ事だな。なんだと？私は忙しいのだよ。彼らが我が試練に値する者たちかどうか見極めなくてはならないのでな。待ちやがれカンドリ、待て。クソったれが、また消えやがった。一人じゃダメです。なんだお前。お願いお兄ちゃん、あのお兄ちゃんたちと一緒に来て。誰のことだ。ナルミたちのことか。一人じゃダメです、死んじゃうんです。消えた。何だったんだ今のガキは。これマジでヤバいっすよ。ペルソナ残ってるの俺様とマキちゃんだけってのは。何よ、上杉一度もろうそく消してないからでしょ。俺様苦渋だけは昔から弱くてさ。苦渋だけかよ。でもこの状態はかなり危ないですわ。だが戻ったところでどうにもなるまい。でも下手に進んでみんなやられてもダメじゃん。私は行くよ、先生が待ってるんだ。うん、私も頑張る。もっともしますけどね、俺様前衛向きのキャラクターと違うんだけどな。頼むよ上杉、頼りにしてる。そんな風に言われちゃ俺様頑張っちゃうかな。気をつけろ、アトマだ。ペルソナ、ペルソナ死ぬなよ。こいつ二段突き。ダメだ、数が多すぎる。その裏、逃げよう逃げようぜ。うろたえるな上杉。そういう偉そうなセリフは前で戦うやつのセリフでしょうが。ディアナも、どうするの、逃げるなら今よ。逃げるったって逃げきれんのかよ。ディアナも助けて。誰も助けちゃくれないさ。それに私はサイコ先生を助けるために来たんだ。マギスミ、こんなあれを。ペルソナもないのに無茶だ。他に使用があるか。くらえ。行くぞ、ランチョ、ヤバ。ダメよ、ナルミ君たちまで。このもうエリー、綾瀬もか。今よ、上杉君、敵の注意がそれたわ。これでやらなきゃ男じゃないってか。行け、魔法陣。眉住ベルソナがないのにいきなり飛びかかっていくんだから。こんなんで諦めてちゃサエコ先生に笑われちゃうからね。ユキノ、サエコ先生のために一生懸命だね。どうして。昔私は親も見放すようなワルで落ちこぼれだった。そんな噂を聞いたことはある。今の眉住からは想像もできんがな。サエコ先生さ、先生が私を助けてくれた。だから今度は私が助ける番なんだ。私が助ける番。ほんじゃ先急ぎますか。チミラがペルソナ取り戻してくれないとしんどくてしょうがないもんな。分かった、頼む、行ってくれ上杉。お
ようやく俺様の実力認めたってわけ。でも次またろうそくがあったら上杉の番だからね。え、もうないといいな。ないよな、きっと。ここが最上階？何もない広間ですけど。みんなすっごーい。ペルソナを失ってもここまで来られるなんて、ユリコちゃんびっくりしちゃった。俺たちのペルソナを返してもらおうか。あれはもうユリコちゃんのコレクションよ。うん、でもここまで来たみんなにはご褒美あげる。今のみんなのまま、若さあふれる青春時代真っ盛りのまんま、時間を止めて存在させてあげる。青春時代だってよ。ユリコちゃん、ひょっとして君かなり年食ってんじゃないの。ユリコは若いままだもん。時の女王の仮面にお願いして、この可愛らしいユリコちゃんのままでいるんだもん。生きて年取って汚いおばさんやババアになるなんて嫌だもん。それってさ、未来を捨ててるってことでしょ。俺様パス。俺様の行く手には明るい未来が待ってるんだぜ。乙女心がわからない人って嫌ね。じゃあ女の子たちは一緒に永遠の美を手に入れようよ。だっさ、それって逃げてるってことじゃん。綾瀬、こう見えても前向きに生きてるからパス2。まあ綾瀬、意外にいいこと言うんですのね。意外にってのは何よ。明日があるから今日生きてるのさ。永遠の今日なんてのはごめんだね。私は学校を元に戻してみんなと楽しく過ごしたいの。もうみんな分からず屋さんなんだから。ゆり子ちゃん強いんだぞ。みんなやっつけてやるわよ。ゲロゲロ、超見にくい。痛い。綾瀬、やってらんない。ペルソナ、ペルソナ。たった二人で何ができるっていうのよ。こら、俺たちのペルソナはどこだ。この部屋の壁に封じ込めちゃったわよ。でも取り出せるなんて思わないことね。二段突き、終焉の青。効かない効かない。何よそれっぽち。二人だけじゃ無理ですわ。だけどどうするのよ、また肉弾戦やるの。この敵は危険すぎる。だけどやるしかないよ、私たちだって。待て、どうしたナルミ。感じる。何をですの。感じないか、俺たちを。もう一人の自分自身を。ペルソナ界。そうだ、お前が俺だというのなら、俺に力を貸すと言ったお前なら、俺の声に応えてくれ。感じる、俺も感じるぜ。そうよ、この感じ私の。頼む、あんたの力がいるんだ。ウィース、ちょっと何なのね。来い、ペルソナー。我、グラフマーなり。宇宙、偏在なる力を束ね、汝に力を約束する。ペルソナ、我はオーマ、我が剣の技城を司る証なる。ペルソナ、我は御頭天皇。来てくれ。私はブリジル、聖なるきらめきをそなたに授けよう。ペルちゃん。私はヤヌス。カンペー、我はニケ。どうして、どうして、ペルソナ
己を万能と思わぬことだ。援軍部隊到着ってか。よし、総員戦列に加わり。はい、上杉、もう下がってよ。あら、短い天下だったのね。待ち上げてください。行け。ユリコ、あんたの負けだ。観念するんだね。これでよかったんだね。おろろ、泣いちゃったよ。ひょっとして嘘泣き？マジで泣いてんのよ。ちょっと、どうしたの？ユリコちゃんね、生きていて幸せだったの。これ以上の幸せはないって思えるくらい幸せだったの。そしたら急に怖くなって、今が一番いい時ならあとは落ちてくだけだなって。その時雪の女王の仮面が私に永遠の幸せを約束してくれたの。でもそれは一人ぼっちの永遠。そんなの全然幸せじゃないよ。うん、やっとわかったの。だからゆり子ちゃん、もう行くね。その前に、はい、これ。これは悪魔の鏡。雪の女王の呪いはこれで解けるわ。じゃあさよなら。ありがとうね。無事に成仏してちょうだいよ、ゆり子ちゃん。あの子も雪の女王の犠牲者だったのね。よし、戻ろう。これ以上あいつの思い通りにさせてたまるもんか。サイコ先生、今助ける。鏡を向ければいいのか。やってみよう。サイコ先生、やめろ。え、やめろ。鏡を向けるな。その鏡を向けるな。誰の声ですの？サイコ先生じゃありませんわ。仮面だ、仮面の声だ。どうしてみんなサイコさんの味方をする？トモミ、トモミなの？先生、なぜあなたがこんなこと。あんたが悪いのよ。私に雪の女王の役を押し付けたから。そんなつもりじゃなかった。私はただあなたの方があの役にふさわしいと思ったから。あんたは逃げたのよ。女王の役に選ばれたのに辞退したんでしょ。女王の仮面の噂を恐れて逃げて私に押し付けて、おかげで私が女王の仮面の呪いに取り憑かれてしまったのよ。ごめんね、トモミ。だけど私はあなたなら雪の女王を演じられると思ったから。今さら謝ったって遅いわよ。先生が謝ることなんてないよ。何よあんた。仮面の呪いに取り憑かれたのは自分自身に心の脆さがあったからだ。仮面の女王のしもべになった奴らはみんなそう。あんた自身が雪の女王を招いたんだ。違う、みんなサイコさんが悪いのよ。ならこの鏡をよく見な。あんた自身の姿を、雪の女王につけ込まれた弱い自分の姿を。やめろ、顔が焼ける。あたちの顔が。消えうせな亡霊、この世にはもうあんたの居場所はないんだ。仮面が取れたよ。では誰を呪えばよかったの？誰を憎めばよかったの？他人なんか関係ないだろう。あんたは自分自身の実力を信じればよかったんだ。それができなかったから女王の仮面につけ込まれたんだ。
私のせい。そうなの、サエコさん。ごめんなさい、トモミ。あなたがそんな風に思っていたなんて知らなかった。やめて。そんな風に謝るのはもうやめて。さあ、もういいだろう。お願いだからサエコ先生を解放してやってくれ。誰もそんな風に私には優しくしてくれなかった。私に優しくしてくれたのはたった一人。それもサエコさん、あなただった。トモミ、私はなぜ信じられなかったの。あなたも、そして自分も。トモミ、彼女は言ってしまったよ、サエコ先生。知らなかったのよ、トモミ。私があなたを傷つけていたなんて。どうしなよ先生。先生が悪いわけじゃないよ。だがそういうこともあるだろう。良かれと思ってしたことが逆に相手を傷つけるということもな。何じゃお前が言うか。それを待って、皆さん、変ですわ。なんだ霧島。仮面の呪いが解けてサエコ先生は助かったというのに、学校は凍りついたままですわ。確かに相変わらず寒くて凍えそうだぜ。これで終わりじゃないわ。どうした、その村。これで終わるはずがないのよ、学校への憎しみが。その通りだ。これで終わってしまわれても困る。カンドリ、なぜお前が。そうだろう、雪の女王よ。いや、今は何と呼べばいいのだ。夜の女王。何よ、雪の女王の仮面から何かが出てくる。あれはペルソナ。人間の弱さを持つトモミは消え去った。わらわは宿主であるトモミを離れ、器である仮面を離れ、晴れて自由の身となった。これでわらわは完全なる夜の女王となり、無と絶望の白と黒でこの世を覆い尽くす。なんだって。ペルソナが独立して動き出したっていうのか。ペルソナは自我と共に成長する。だがその自我が崩壊すれば、制御を外れたペルソナは自ら動き出す。ペルソナ使いたる本人にとって変わるのだよ。未だ希望を捨てぬ愚か者どもめ、わらわは永遠の夜を諦めたわけではないぞ。氷の城の頂から絶望の雪を降らせるのじゃ。さあどうするのよ諸君。ペルソナの力で夜の女王を止めてみせるかね。当然よ、格好を元に戻すんだもの。そんなことはさせない。何者だ。また仮面の女だぜ。白い仮面をつけた。うちの生徒なのか。どうして私の邪魔をするの。学校なんてなくなっちゃえばいいのよ。ひがむのはよして。私は学校が好き、学校に憧れてたんだよ。あなたはいいわ、学校で友達と過ごせるのだから。でも私はいつだって一人、みんなが楽しそうにしている様を見ることしかできなかった。だってしょうがないじゃない。ダメよダメよ、だからってこんなのダメよ。あなたに、あなたたちに私の気持ちが分かってたまるもんですか。壊してやる、学校なんて壊してやる。ダメ。どうしたんだその村。おい、あの女を知っているのか。知らない、あんな子知らない。いや、その村を探らせるんだ。わらわに逆らう者は今ここで死にゆく定めぞ。先生は下がってて。だけど真由美。下がって。夜の女王、私も力を貸そう。彼らがどれほど成長したか見てみたいのでな。学校なんてなくなってしまえばいいのよ。死ぬがよい、
愚か者どもよ。いでよニャルラとホテプ。しばむなんだ、体が動かねえ。俺様どうしちゃったっての。この程度の攻撃で手も足も出せないというのか。私を失望させないでくれたまえ。ペルソナマハガルーロ。お前か。その首もらうぜカンドリー。お前一人で何ができる。マハラギダイあなたたちには何もできない。このまま格好がなくなるのを見ていなさい。このままではダメ。もっと力を、みんなを守るために。ペルソナー、私はウルズ。過ぎ去りし過去の時より、慈愛の力を授けようぞ。お願い、ペンパトラ。いける、動けるぜ。よし行くぞ。私の中にも思いが溢れますわ。みんなのためにさらなるパワーを。我はアズラエル、神の救いを享受する天使なり。プリーズ。タルカジャ獅子式煉獄砲。なあ、おお、やるな。救うんだ。おのれ、いくよ。いって、俺様の力をくらえ。うん、やあ、ジオシア。いやしないよ、永遠にね。バカな、やったの。いや、どうして。ここは私の世界なのに。学校という器では小さすぎたのだ。お前の力はもっと広がりを持つ。戻るぞ。待て、カンドリー。諸君、また会える時を楽しみにしている。その時までさらに自分に磨きをかけておきたまえ。私を失望させないようにな。ちっ、また逃げやがった。カンドリ高久、やつは何を企んでいる。それにあの女の子ですわ。学校を憎んでいたみたいですけど、どこかで見たような。止めなくちゃ。だけどなぜ。私は彼女が怖い。あ、見て見て、ほら、氷が溶けてくよ。学校が元に戻っていく。雪の女王の呪いが溶けたんだ。暴走していたペルソナの呪いが。まさか俺たちのペルソナにもその危険はあるというのか。私は何を夢見ればいいの。すべてよ。すべて。世界、運命、理想、現実、好きなものを好きなように夢見ればいい。理想と現実。私はどこにいるべきなの。それすらもお前の望みのままだ。うつつと幻に境界などありはしない。お前は蝶なのだ。私は蝶。そう、私だけの。
儚き長よ。学校は元に戻ったけどよ、やっぱ町は相変わらずかよ。町の異変の元凶はカンドリだ。奴を見つけないと。お前たちなんか随分とたくましくなったね。あのペルソナってやつのせいかな。もともとっすよ、もともとペルソナはおまけっす。それはそうと、ミスターカンドリーは一体どこにいるのかしら。キドは一人でさっさと飛び出していったが、当てはあるのか、奴は。さあな、あいつはカンドリの存在を感じることができるみたいだけど。とにかく俺たちも町に出よう。姉子は残るんすか。ああ、サイコ先生を手伝って学校の中が落ち着いたら後を追うよ。綾瀬も手伝うよ。真由澄一人じゃ大変でしょ。なあ、その村顔色悪いぜ、大丈夫か。平気よ、元気元気。さあ出発。気をつけるんだよ。もっともあんたたちなら大丈夫だって信じてるけどね。はい、はい。来るなら来いよ悪魔ども、この俺様にやられちまうんだぜ。え、いきなり来たんすか。待てよ、女の子だぜ。わい、あなたは一体。ほんとバカな人たちね。パパに勝てるわけがないじゃない。パパ？パパのとこにたどり着く前にみんな死んじゃうのよ。死んじゃえ、あんたたちなんか大嫌い。どいつもこいつも、なんで言いたいことだけ言って消えちまうんだよ。あの子の言っていたパパとは、まさかカンドリのことか。奴を見つけ出せばわかる。すべての鍵は奴が握っている。行くぞ。俺たちの運命を握っているのか。いや違う、俺たちの運命は俺たち自身で切り開く。あそこに悪魔たちよ、こっちへ向かってくる。突破するぞ。ヘルソ